セブンスドラゴン3コード VFD はセガゲームスより2015年10月15日に発売された任天堂 3DS 用ゲームソフト。セガのファンタジー RPG セブンスドラゴンシリーズの通算第4作。第1作から続く世界観、ストーリーの完結編としており、過去、現在、未来のそれぞれの世界をめぐる物語が展開される。スタッフ構成は、セブンスドラゴン2022までのものから変更されており、続投スタッフは、キャラクターデザインの三輪の四郎やコンポーザーの古代、雄三、メインシナリオライターの与田壮など一部に止まっている。本作では前作までと違い戦闘は3人3チームで行われる。時は西暦2100年。2度にわたる魔竜との戦いが終わり、東京は無事に平和を取り戻した。80年の月日が経った、そこはついに竜襲来以前の文明レベルにまで立ち返ろうとしていた。そんな中、ノーデンスエンタープライゼスでは80年前の竜襲来時を模倣して作ったバーチャルリアリティアトラクション、セブンスエンカウントが人気を集めていた。主人公は、ひょんなことからチケットを持っていたミオと共に、時代を超えて、竜を狩る新しい物語が始まるとも知らず、セブンスエンカウントに参加することになる。キャラクターメイキングで、選択可能な声優の一覧。太字は本作品からの新規起用声優。ありがとうございます。